はいそれでは本日はですねこういうテーマでガイダンスですはい一月スタート論文上級等連で実力を維持していく学習法ということでレックセン人講師の宮口聡ですどうもこんばんははい、えー、昨日昨日じゃないねもう金曜日ぐらいに、えー、緊急事態宣言が出されましたのでねまあ私もちょっとマスクをさせてもらいます はい、でまあ,あの新宿もね町、ま、並みをちょっと私も様子を伺ったんですけどあ,のあんまり変わらなないですね <laughs>、えー、なんかあんまりこう緊急事態宣言の、ね、効き目があの感じられない、ねまあ、あの飲食店とかだけですからあの、まあ、それもそのはずなんですけどね、まあ、やはりあの去年の4月5月のあたりの 緊急事態宣言にに比べるると、ねまあ、あのもう慣れっこになっっっななちゃってるかなってか感じですだからね、まあ、皆さんもそれから私も含めこれはやっぱりこう自己防衛というかね、これをしっかりやっていくしかないかなという感じですよね。でまた、大阪の吉村知事もね、あの緊急事態宣言の要請を国に対してやったということですが、なんかあんまり国が乗り気じゃないということでね。<laughs> 吉村知事もねあの不快感をあらわにしてるということでね、うん、ち,ょちょっと何でやろうなって感じですよね認めればいいじゃんって感じなんですけどね何でやろうちょっとよく分かんないですけど、まあ、あ,とあとの祭りになる前にあのやった方がいいと思うんですけどねはいじゃあ,あ早速ですけどねこの今日のガイダンスはね、まあ、論文上級当連もさることながら、まあ、審査基準もね まあるんですよ、ねまあ、あのパンフレットとしてはこういうねなんか大々的に「論文上級陶錬」っていうねあのことが歌われてますけどねもう実は私ね「論文上級陶錬」あの収録終わっておりますえなのでどのような問題を出したかもあの把握してますけどねまあ,あのこういう感じでね、えー、全十回はい全10回なんです。 でえー、科目としては、はい、まあ、特実4回、衣装3回、商標3回ということになっております。でね、えー、ただ、普通の当年と違うのは、あの特実も実は90分1問でやってます。ええー、なぜかというと、あのー、難しいんですよ、問題が。ええー、だから、その難しい問題を、まあ、ある程度ね、 時間,をか時間かかってもいいからあの解く、まあ、回答力っていうのかな自分で考える力こうひねり出して考えるそういうね訓練が大事じゃないかなと思ったもんですから、まあ、従来通りまり、あ、上,上級東連っていうのはねやはりそこはね他の東連との差別化があっていいのかなと思うしまたねあの 去年実はあの名前がねカスタム・トーレンっていう名前だったんですよこれ上級・トーレンじゃなくて、ええでまあ、上級・トーレンに戻した趣旨も言っときますわあのカスタム・トーレンっていう名前だと結局ねそのど,どういう層をターゲットにしたトーレンなのかよ,よくわからないっていうところもあるでしょ、ね、だからもう上級・トーレンですからあの下級・トーレンじゃないですよ、ね、低級・トーレンでもないわけです 上級トレンですから、やはりこのそ、その趣旨に賛同していただける人があの受けていただければいいのかなと、私はそのように思いますよ。だからね、誰も彼もあ受けていただくトレンではなくて、やはり難しい問題が出ても、ああの乗り切る力っていうのかな、それをつけたいという人があの受けていただければいいと思います。はい、妥協を許しません ね、だ例えばね間接的に言いますとね、あのー、損害額の、えー、そ損害額の算定方法の条文があるじゃないですか102条であれがね、あのー、ちょっと複雑になったわけですよ令和元年改正にてだからねそれを算,算定させる問題結構ヘビーだよ、うん、担当にも昔出ておたるやろ平成26年に。 平成26年に担当の問題で損害額をね1201個はいくら1202個はいくら1203個で算定するといくらみたいなね担当の問題が出ましたよで、まあ、確かにあれをモデルにしてはいるんだけどあのもうあの受けた人ならわかるけどうわこれは難しいわみたいな問題になってます、ええ、もちろん法改正を意識してますねそれ一つとってもねあの これは受,け受け答えがあるなというねそういう問題出てますよ。うんはい、であとあの判例なんかもねあの、えー、もちろんね最高裁判例を出してる回もあるし下級審判例なんだけどあの下級審判例だけどちょっと避けられないなこの判例はみたいなのを出してるしね、はい、そういう感じでまあ,あのいつもと違ってね あのコロナ禍にありますからあの残念ながらね生,生ないんですよすみませんねライブの私のこういう,こう生配信でやる講座ではありません通,通信ですねもう録,録音録画してますからあのまああれですよ、まあ、ウェブ通信で受けるのか DVD で受けるのかっていうことですかこれあウェブ通信しかないのかあすみませんねちょっと私も今これを見て分かったんですが。 ウェブ通信だけのようですわ。ほら。ウェブ通信音声ダウンロードってやつね。というものしかないのかなという。はい。DVD じゃないですね、これね。はい。つまり、あの、著作権法でいうと、公衆送信ですね。<laughs> はい。はい。そんな感じですわ。よし。だから、あの、何回も繰り返すけどね。あの、問題が結構ハイレベルだから、 あのそういった意味ではね、あ,のあれですよ、えーまあ、ちょっと難しいのは嫌だなと思う人はもう出なくて結構ですけどね、はい、じゃあね、去年のちょ、ちょっといいですか、去,去年だったかなあ、去年じゃないわ、これね、今年のも、もちろん今年のレジュメなんですが、はいこれね。 私が言う社内事務ちょっと見ていきましょう。はい。で三ページ。うん、まああの審査基準もやっていきますえ。審査基準をやるというのはどういう意味でやるかというと、あのえっとですね、これこれですわ。その上級取れんだけ受けるという人もいるだろうし、ちょっと審査基準を強化したいなっていう人向けに、ほら審査基準攻略講座というねのがあのついてます。 まあついてるというか、まあ、オプションで取るんだけどねええー、特実3回衣装3回ということになっておりますわねはいあこのこのだからベースパック上級トーレンパックベースアッププラスっていうのを取るとついてくるってことやねはいあ実践トーレンもついてますよこれこれいいね これいいわ皆さんあのちょっと俺今思いついたんだけどあの今年ね論文実践登壇って実は2月以降から始まるんですよほら2月以降からうんだからね今のうちに上級登壇を受けたらどうよ、ねまあ、もちろんあの、えー、と今日1月10日ですかそうするとねあと20日間ぐらいあるわけでしょ <laughs> だからちょっと大変だけどさ2日に1回ぐらいのペースでやればねちょうど終わるよ。 であの実践当年につながるじゃん、まあ、そういうやり方もあるよねもう2日に1回ぐらいあるんですよ、うん、ちょっときついけどただ上級当年ってさあの特実1問しかないしねうん逆にいいと思うよはいで審査基準だけどちょっと見てくださいねもう早速ねあの去年の担当試験を反映しますよ、ね、これ論文にも出るんじゃないかと思いますけどね まずあの皆さん二十九条の二というのは釈迦に説法です。ね、でこれ見てくださいほら出願人同一の判断字ってやつこれねちょっとおやべ <laughs> ちょっとマイクのマイク入ってますかね今なんかマイクをけたくってしまいました大丈夫ですか さあ、出願人の同一の判断時。これちょっと黄色であの塗ります。なぜ黄色で塗るかというと出願人同一の場合には超絶されませんので、超え絶されませんよね。それであのその出願人同一の判断時、ちょっといいですか？国内優先権、これにクローズアップしてみたいと思います。これです。皆さん。 後のなんですよ今年あ去年の担当に出たんですね。でねこれちょっと四角で囲みたい。うん。あのあちょうどよかった担当の問題も載ってますよ。これねせっかくだからちょっと時系列書きますね私はね。ほらこう,こういうね横時系列にしようかしょうがないからね。はい、でこうははい。えー 自らした「意を明細書に記載した特許素が A をしたのか、ね、じゃあ、A「い」まあいいわ大雑把にねでその後「A」の公開前に公開はい公開面に今度はオツが「おつ」が「意を特許請求の範囲に記載した「B」「い」をしたと。 こんな感じですね、はい、で A の公開後あ特許を受ける権利の移転により A の出願人の名義が「あのオツ」になったとああそうですかじゃあこの辺にねえー、っとまあ条文でいいわ344とか書いてるわ名義変更だからうん344で、えー「オツ」となるとか書いてるわオツ」となるねはいはい。 でその後、おツは、えー、その後、おツは B を基礎とする優先権を伴って、はい、じゃあ、この辺でいいね。この辺で、えー、C 色をしたと。C 色。こんな感じ。うんで,はい、で、41って書いておくといいね。はい、そうするとやね。 あのちょっと色,色でね表すと分かりやすいから、えー、濡らしてもらいますとねはい黄山はピンクで塗りますからねはいええー、それから黄海ここまではまあ黄の状態でしたからえー、えー、しかしあのネーゲ変更で黄色オツとなったわけだねほらちょっと黄色だけど赤っぽくなっちゃったな。 はい、でオツはもともとオツですから黄色で塗っていいんですよ。えー、そうするとやねこれ見てお分かりの通りねオツの B の時点では出願人は同じですか違いますか違いますね。でも C の時点で出願人は同一ですよねほらつまり後の出願であるこの C の時点で、えー、出願人が同一になっているんですよ。 ね、でさっきの審査基準のところからこうビヨーンって引っ張っていきましょうかそしたらより分かりやすいですよほらここの時点で判断するとねだからこれ結局ね、えー、あの C はあのどんなに頑張っても B, B, B より速くなることはないので結局 A に負けますあの出願時点においてえー A と B で判断せざるを得ませんので B は A に負けますねでも負けるけど結局肉の2で拒絶されないとはい肉の2でこれ拒絶されないんですよね出願人同一だから後の出願人でほらこの知識って もう審査基準知らないと無理でしょ。これ知らんかったらもしかして B かなと思っちゃうよ。うん。ねえ、これが出たんだから担当で。正当率もね、そんな高くないですよね。はい。じゃあ、よろしいですか。はい。まずそういうことが学べると。はい。じゃあ、次にですね、あのー、今度は、えー、審査基準の5.1ですけど、 ね、パリ優先権について書かれています。で、えー、まず審査基準が役に立つぞっていう話してみたいと思いますね。はい、平成二十七年の特日一で。パリ優先権の趣旨が聞かれてます。えー、で、パリ優先権の趣旨は。実は、青本見ても、書かれてないんですね。はい、で、審査基準にこのアンダーラインがあるように。 はい、ちょっとミドレンジャーで塗りますから、ねはい、同一発明について複数の国に特許出願する場合には翻訳などの準備や各国ごとに異なる手続きが必要となるため特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きいこのような出願人の負担を軽減するための制度として、はい、最後はピンクで塗っておきましょうか。パリ条約は 優先権制度を設けとるよえええでちょっとオレンジねパリ優先権はパリ条約から来てるからねまあパリ条約のところはあのピンクで塗りますでただほら結局我が国であの手続きをどうするかっていうところは同盟国の法令の定めるところによるということですからねほらあの43条というのを別途に別個設けていますよね パリ4条だけでは物足りんから、ねはいということでやっぱり審査基準役に立つんだねこういうことでほら一番下もおこれ今年の論文じゃないですかほらパリ優先権による効果、ね、優先日から日本出願の出願日までの期間内にされた他の出願、えー、発明公表または実施その他の行為によって 後のがんは不利な取り扱いを受けることがない黄色でいきましょうそれからこれらの行為は第三者のいかなる権利をも発生させるものではないとね。でこの場合ねあのおつの方うを、ね、ピンクで塗ってくれますかおつの方うを、ね、ピンクで塗ってくださいああごめん黄色おつは黄色はい。おつ黄色ですで。 コウはね、これ、負けちゃってるんでね青、青がいいかな、うん、だかおつに負けますから、ほら、はい、おつに負けちゃってます、ええー、あロは買ってるけどね。はい、ということで、えー、これはおつがと当然買っちゃいます、なぜかというと、優先権の利益があるからね、ほら。はいこれ 「湯の,の利益」って書いてみますよ。うんパリオン B がありますからねはいそんな感じ、うん、だからまあ炉に関してはこうが買ってるんだけど胃のせいで拒絶されますわねこれこうは胃のせいでも拒絶されますからこれが今年出てましたよね今年の論文本試験。はいじゃあ次 次はね、うん、ああ、これね、よし、これはちょっとね、見たほうがいいかな、あの、8ページ見てください。皆さん、8ページに、平成28年でこういう問題が出てるんですよ。ああ、ちょっといいあの、説問4ね。ちょっと文章読むの、かったるいんで、まあ、俺がね、簡単に説明しますわ。はい。で、 あ、これ光が主人公ですね。光が主人公なので、まあとりあえずピンクで塗るんですけど、優先検証します。で、兵はね、あのちょっと待ってよ。これどどうしたいんだっけ。おつが帰国やね。うん、わかったわかった。これ青で塗っていいわ。兵さん、青で塗っていいです。あ、うん、青で塗っていいよ。それでね。 うは、えー、胃について特許権 PO 取得って書いてあるよね、うんまあ、特許取得だからいいことなんだけど、うん、で特許集め、胃もピンクで塗っていいんだけどいいかただあの、これねちょっと、ね、皆さん、ね、あの紫で塗ってほしいな、な,あるなければあの青でもいいですけど。 C は周知技術で、えー、Y の際に追加された構成で X との関係で新たなあの技術的事項を導入するものって書いてるでしょこうやってね問題文にも書いてるんですよほらいい問題文あのしかしのところほらしかし E のグリップ C はあー Y の際に明細書に追加された構成であって あ、特許すが X の願書に最初に添付したメセ図に記載された事故との関係で新たな技術的事項をね導入するものであるとほらこれって実は審査基準の表現なんですちょっと一個手前ほらで新たな技術的事項を導入するものであった場合には 優先検証の効果は認められないとほら審査基準から来てるんですよ。でこれねそのものの本によってはあの間違った解説がなされてるものが多いえどういうことかというとこの平成28年あの判例ですよ、えー、人工口首事件からの出題であると何を言ってるんだ違うよこれ審査基準が出典なんだよ。ああ だ人工乳首事件に確かに似てるけど違うよ出題者はもうこの審査基準から出してんだから判例からは出してませんええーね、あの人工乳首事件っていうのはねクレームは変わらないんだけど実施例を追加したっていう事案ですからねクレームは変わらないんだけどこれはそのク,クレームが違うんじゃないの あの特許集めいいって言ってて言るからねクレームそのものもですよ、うん、なのでちょっとこうこれねちょっとクローズアップしますよ皆さんねこれねこうやって塗ってくれるかのえー、っとちょっとよろしいかえー、っとねあの C っていうところだけちょっと紫塗ってねあ,あ D まで差し掛かっちゃったけどでねあのほら兵っていうやつが ABD2 っていうのを実施してるでしょ なのであの公然実施なんですよこれはこれで ABD2 だからその AB はいこれ青ね AB はいまたは D2 の後ろ ABD2 これね青で塗ってほしいのよで D1 っていうのは実はあの高知になってませんだから D1 のところ黄色で塗ってほしいです D1 は D1 は救われてますね じゃあよろしいですかはいじゃあねあのさあ問題を解きたいと思いますねよろしいですかはいで一方兵はあの a b d 2を備えた a 2の生存場合をあの全国的に開始していただからこれ青ねそうこれね空前地震なるんですよなので結局はい結局こういう対立構造になります。 Y の出願時 VS、この、えっと、への実施時期はい。そうそう。への実施の方が早いでしょ ?Y より。うん。だからこれね、向こう流の公弁に持っていけるんですよ。なぜかというと、ABD2 プラス C で寄せ集めに持っていくでしょうん。ほ見てください。 これね、アンサーのところ見ればいいよ。はい、いいか。えっ、ー、とね、ABD2 はちょっとあの青で塗ってほしいね。うん、ABD2 青で塗ってほしいね。周知技術はあの紫がいいね。これはさっき俺が紫で塗ったところに対応してるからね。はい。で、あとはグリーンで理由付けね。の寄せ集めだって進歩性がなく、あの寄せ集めだね。なので、 えっと最後は黄色でいきます、おつわ、被告おは二29条2項、括弧百123条1項2項に基づき、104条の3、第行項の公弁が可能、ね、つまり、向こうの公弁いけますよと、えー、そうです、えーっと、これも理由か、うん、緑でいくわな、いには優先権の利益が認められないから。 ねえこういう問題が出たんですよ。ね、やっぱ新作順やっとくとねいいでしょああこれ新作順からだ。だから新作順やってない人はあの人工竹事件だと思ってしまうね、うん、全然違いますよ。はい、そうなんですよあとねあの結構ねちのね過去問集あきまへんわ何でかというとあと俺がおかしいなと思ったのはね平成24年の「 問題一っていう格問があるんですよ。特日のあれのね、最後の説問知ってる？知らないかな？なんかね、新取りに行ってまたも戻ってくるんですよ。審判に強策審判にね。ええ、で、一回戻った新取りに行ってまた戻ってくるパターンって確かにあの最高裁判決高速バレル事件のシチュエーションですわね。だからもう書いてるんですよ。これは高速バレル事件からの世代であると。 何っっっしゃてててる全然わかってねえわって感じあれ高速バレルじゃねえからた,ただのただの条文レベルですよ、ええ、つまり行訴法33条一項の条文レベルですよ判例レベルじゃないんですよええあの分かってないです全然そ,のそういう解説をしてる人はなぜかというと高速バレル事件というのはねそのあの行訴法33条で その上訴期間である東京高裁の判決が下級審にあたるあの審判、特許庁の審判の,その審判官を拘束するという意味なんですよ行、行訴法33条はね。だから平成2 0年の問題値はそのレベルでしか聞いてないんだから、全然判例じゃないです。で、判例は何を言ってるかというと、そのえ審判官を拘束するのは当たり前と。じゃあ その事件の当事者、例えば出願人だとか、無効審判だったら請求人と非請求人とか、でさらにはえー、っとその後新決が出ますけどね、その新決がなされた後のさらなる新取りの裁判官とかね、そこまで拘束するのかっていうのが拘束される事件ですよ。うん。だからね、全然分かってないですよ。非常にこう危険なあの。 ものが多い、ええね、だからちゃんと分かっている人による解説を受けないとあのとんでもないことになるんですよ。ええ、気をつけてくださいね。うん、そう私はほら判例もやってる審査金もやってるからね、まあ、よく知ってるんですよ。うん、はい次10ページねさあこれね非常に重要ですよ。もう今日ガイダンス出た人ねかなり価値がありますよこれ。<laughs> ただですからねガイダンスはもうこれねうん1万か2万ぐらいの価値がありますよ今日のガイダンス <laughs> 少なくともはいでまずね物品の部分ですよね今あ物品の区分ね何が部分だ物品の区分により衣装ごとにしなければならないという条文でしょこれがあの4月黄色で塗るよ 令和3年4月1日あと2、3ヶ月後、はい、ところとなります。ね、ところさんのなんちゃらかんちゃらじゃありませんからね、はい、ところです。はい、いいですか、ところ。うん、だから物品の区分っていうねあの、概念がね、なくなるんだよ。うんうん。で、えー、っと、そうですね、で、これはね、 あのちょっと、ね、申し訳ないんですけど、青本は青本であの立派な趣旨がありますよ、これ審査基準ね、えー、っとなんと複数異床にかかる出願を一つの願書で行う手続きを認めつつ、はいそ,うそれで、えー、黄色、それぞれの 出願には一つの衣装のみを含めること一衣装一出願を定めていると令和3年4月1日施行ねでこれ,これはね死守しますちょっといいかこれはちょっと死守って書いておいてくださいええで何が言いたいかというとあの複数衣装一括出願 ということは1つの素顔にあの2つも3つもいやもっと10個ぐらいとか、まあ、100個ぐらいいけるのかわかんないけどまだね。ということは一衣複数出願あごめん複数衣装一出願じゃねえのと思うかもしれませんが結局ね出願にはいくら含めることはできですけどちょっとイメージ的にはこんな感じよ。ちょっといい あのここにあれがあるから余白ここに書くわはい一つの巣眼に丸,い丸という衣装と三角という衣装と四角という衣装があるわけよ、ね、こういうイメージだよね複数衣装一括素眼ねでも我が国の巣眼は結局あのねっ 結局ですよ、その一つのすがに含められてるけど転戦というのはこういうふうに考えてくれっていうことねあの気持ちの中でほら結局ねそれであの出願番号ね、えー、っと胃がん胃がん胃がんちゅうもストマックエークじゃねえぞストマックキャンサーじゃねえからね えー、2021 000、00001ぐらいかな、はい。で、胃がん2021 000、00002、確か6桁だから。はい、であの、四角、えー、0000003ね、はい。こうやってねあの、出願番号が決まるんですよ、それぞれの遺症について。 だから七条は死守します。ね。じゃあなぜかという話ですよね。なぜそこは死守するのかというと。はい。あの緑で塗りますけど。はい。あの一衣装一菅の要件は、一つの衣装について、衣装権を、一つ発生させることにより。権利内容の明確化、安定性を確保する。はい。無用な紛争を防止する。 手続き上の便宜及び権利侵害、えー、紛争上の便宜を考慮したと。であとねあの、皆さんね、これはすごいですよ、これ先進的ですから、この、ね、11ページは、これ実はね、今の新作地にまだ載ってないんですよ。ね だからいずれその4月1日施工版には乗ると思われるやつです。ね、まずね、いいか、はい、産業用部品、これちょっと青で塗ってください。ええ、で説明も何もないです。ええ、でこれ、これ何だよ、これ、この写真図、これ、何やろうか、ドリル画鋲、<laughs> よくわからないね、これ。はい よく分からんものなので、はい、結局ダメな具体例なんですよこれ。不明確な例って書いてるでしょうんこれダメですわ。ダメな具体例ですよ。ああ。ねこの四角の枠の下見てごらんなさいほら。本事例では一緒に隠る物品の欄の記載が不明確であるため図面の記載を考慮してもこの衣装の衣装に隠る物品等の用途機能を明確に認定することはできないと。ね ただちょっと俺にも分からんのはこれを7乗違反とするのか3乗一個柱書き違反とするのかはちょっと分かんない今の俺には。ねまあ多分多分ですけどあの衣装にかかる物品が不適切なのでうんどうだろう7乗違反かなって感じはするんだよね。ただほら図面見ても分かんないじゃん。な何なのかよく分かんないねこれ。 画だからあのもうこっちの方でよくわからんとなるともう衣装が具体的じゃないってことになるからそしたら三者茶白い班だよね、うん、だではこれはやっぱり4月1日施工の新作順が出来上がらんとちょっとわからんわどっちの方でいくのかねでもねこれはね適当なんですよ皆さんちょっと黄色で塗っていい ここの 3. 3ねほら食器これ上位いいんですよ、うん、でもね衣装に隠る物品の欄にちゃんとねあ説明の欄に本,本願の物品は食卓用皿であるって書いてあるんですよ。で皿,皿らしきものが書いてあるよね。だからこれ OK これ OK な具体です。でさらに、まあ、シャレ言ってんじゃねえぞ、はい、履物これもあの上位概念だね。 説説明明なないいよよほら物品の説明ないよでもね皆さんこれ見てどう思うこの,この絵を見てこれどう見ても靴だよねどう見ても靴だよねだから OK な具体ですだから今までの常識でねあ回タイトルが「本事例は衣装に書く物品の記載と図面の記載において相互に矛盾が生じておらずこれらの書く記載を総合すると この衣装の衣装にかける物品の用途機能を明確に認定できると。だこれ OK なんですよ、おい。だから今までの担当の問題ともガラッと変わるよ、俺。総括名称は7条違反というこれまでの常識が通用しなくなる。ええ。あの、上位概念総括名称だからといって、必ずしも7条違反とは限らないという。 理解になります。そういう理解が正しいね。うんどうよねそういうのを学べるわけよね。でこれはもう皆さんおなじみ組物のねあの43品目ねちょっとこれだけ塗っとくか43があの建築物の組物一組の建築物って言いますあのセットという名前ついてないからねこれ気をつけるよほら。 建築物はねセットという名前が付いてませんよ。ええ。建築物セットって書いたらアウトよ。ね。はい。では一組の画像セットね。はい。これ。現金預け払い金銀行振込用画像。みたいな。これはあくまでサンプルだけどね。はい。よし。じゃあね。 前はあんまりやってるとね、もう新作品もきが来るだろうからね、うん。で、あと、ほら、ちょっと17ページ見ようか、まあ、17ページ飛んで、ほら、これ、今年出たね、四条一行の3号、出ましたよね。うん、特にあのこっちバージョンが出たんだよね、確か、い、いの方が、ろうではなくて、いを聞く問題出たよね、ジュビロン認識バージョン。ええ、なんでしたっけ FIF が,、うん、が、ね、審査基準、ね、FIT の具体例ありますから、ほら、ね、これはあの、あれですよ、ホンダ技研のフィットですよ、皆さん、フィット、ホンダ技研工業、ね、自動車およびその部品、ねどう、どうですか、フィットに乗ってる人どのぐらいいますよ、ホンダのフィット。どうですか、か、いませんかね そうですかあの燃費がいいらしいですよ。ねはいまあそんなんじとりあえず、まあ、こういうのやってるとねあの青本にも載ってないでしょこういう具体例がないよ新作品ではこういう具体例のところまでやるからねでほら今年の本試験みたいにあの F i が出てもさあこれあのフィットの T を F に変えて出してきたなともうすぐ分かるわけですよ。ね これあの国際交通フォーラム、これどうしようか、これちょっとピンクで塗っとくけどな、だからこれと一緒だから普通は拒絶されるんだよ、うん、国際交通フォーラムと同じだからね、うん、あのそれの FIF と FIT と一緒。でもあのほら、ホンダのフィットっても超有名じゃん、だから混同しないわけよ、常用自動車にフィットといえばもうホンダ技研の自動車だっていうね、もう誰もがそう思ってます。 ね、テヨタのプリウスぐらいもう燃費のいい車ということでもう代表格じゃないですかねはいそんな感じ、はい、じゃあ,あとはね上級倒蓮のサンプルねうんこんなレベルですわ、うん、これね、まあ、ちょっとあの解説するとなるとこれ1時間ぐらいかかるからね、まあ、やりませんけどちょっとイメージ的にはねちょっとヘビー級な問題でしょね これ去年の上級トレンまあ去年は名前がカスタム登連だったけど、うん、ちょっとまあ見てください時系列はこんな感じのほらこれ何で、ね、いわゆる累積的主張だよねこれ、うん、累積的主張だよちょっと紫で塗ろうかこの「い」がね累積的主張になってますわな、うん、これなぜ当たってるかというとほら皆さん特にここ四角で囲むぞ ほらパリ有先見と肉野に39の関係これ聞いてたよ今年の本試験でまさにねパリ有と肉のに39の関係聞いてますやんそうでしょやっぱりねやってるとね、まあ、そういう時に得しますよねようってますわあと衣装でもねそっくりの問題当ててますから衣装法でもね今年のやっぱり関連衣装の事例問題出ましたからね それを想定した問題を出しましたよ。はい。で、この答案も見てくださいね。まあ、攻めの答案という。あの、非常にね。まあ、ある意味。あの、小、小説というか。まあ、詳細な説明。的な答案です、うん。出典も明らかですよね。うん、特にあの、ほら。あの、パリ優先権と肉の二の関係はこの判例ですよ。 ちょっと赤のアンダーラインこれ何で、無作意味、電動性繊維事件というのを、ね、出しましたけど、まさに今年のね、論文本試験、電動性繊維事件が出てましたもんね。えー、そうなんですよ。で、あとね、ちょ,ちょっといいこの問題ね、やっぱちょっとやるわ。うん、いい問題なんですよ、これ。うん、ちょっと説明一からやるわ、うん、しょうがないから。ね ほら特許数案 B において優先権を主張する上でこうが留意すべき事項についてはいもうヒントが書いてある必要があれば場合を分けつつっていうところなんだろうこの場合分けみたいなねなんだろうと、はい、であとはね面倒くさいから時系列見ればいいよこんな感じになってるんだよはいクローズアップ20ページ こんなな感じになったよ国際出願に基づく国内出願 B、そういう感じなんですよ。ねはい、で、えー、結局です、ねあの、国際出願に基づく優先権って書いてるんだけどちょっとここで問題を見るね、ここで初めて問題を見るよ。えー、っとね、はい、ここです、皆さん。その後というところから 第2段落といえばいいですか、はい、その後、はい、公は老派を完成させたので、国際水安日から1年以内に A を基礎とする優先権を称して、明細書に自ら完成させた E 老派、記載して、A、はい。ということでね、B をしようと考えてるというわけです。ね。はい。 分かったでもほらパリとか国内とか書いてないでしょパリとか国内とか書いてないよねなので、はい、皆さん結局パリ優先権オレンジか国内優先権ピンクどちらかっていうことになるわけですよええー、え、ね、それで。えー 留意すべき点だからどんな感じになるかというともう答案構成でええわ,答案構成でいいわ、ね。まず、あそうか、こうが何者かということも重要だね。締、え、約、ー、国 X 在住の日本国民って言ってる。締約国 X 在住の日本国民って言ってるわ。ということは、完全にこれ、在外者だね。えー、完全にこれね 在外者ですよ。ああ。はい。でね、えっ、ー、と、党案構成でいいよ。はい。なので、特管人が必要ですよね。ええー、はい。えっ、ー、と、要するに、えー、こうは在外者ゆえが緑ね。在外者だからという理由で。 原則特勧人によらなければ手続きできない点に留意しますねはいで国内優先権を選択した場合金句そうすると、えー、手続き的には41条4項に留意しますわねはいでパリ優先権を選択した場合はえー、まあ403条1項2項ね、まあ、ちょっと実務的にはね2項はもうどうでもいいんですよはっきり言って。 あのむしろ5項が重要なんですけどね実務的にはねまあでも便利試験ではな,なぜか1項2項相変わらず重視してる感じなんで、はい、2項ってほら紙ベースじゃん紙ベースの優先権証明書なんて出さないよ今ねデジタルアクセスサービスなんだら本当は5項なんですけどねでも一応ほら2項のが原理原則的にはあの重要な条文だからねはいまあそんな感じ これいい問題でしょこれまだ出たことないんですよ、実は。ね。うん。で、あとね、あの、はい、ちょっとこれ重要です。はい。答案のね、上から一二三四五六行目のあたり。ちょっと青か紫で塗ってね。はい。特管人におらずに手続きをした場合には、十八条の二客観になります。えー。 特管人におらずに手続きをするとね、18条の二客観になるんですよ。知ってましたで、これってどこに書いてあるかですよ。ちょっと皆さんね、後ろのえっと、29ページ見てください、29ページ、ちゃんと書いてますよ、これ、方式審査便乱15.20ね。はいそこのさんほら 紫、財外者が日本国内に住所居住所を有する代理人によらないで出願したとき、ほら、ねそうするとどうなる一番上のアンダーラインだよ、18用の2代行却下によるものとする、ほら、18用の2代行の規定により却下するものとする、ねこれまさに上級者レベルの知識じゃない でも実務的には結構重要なんだよこれだって我々の実務やってると結構在外者の依頼多いよ。うん。ね電動性繊維事件のねシチュエーションほらまさに大黒さんと第二国産に挟まれた相手型出願って感じじゃん。ちょっとこれピンクで塗るよ。大黒出願 A と我が国出願の間に挟まれた青相手型出願ね。 ほら、ね、えまさに今年に今年,今年というかもう去年だな去年の論文本試験令和2年に出たパターンですよ。ね、えある意味的中ずばり的中ですよね、うんうん、国内優先権じゃなくてパリ優先権で当ててるところからしてもこれはすごいことですよ、うん、そんなところやねであとはね あのまあ攻めのターン結構こってりしてますわなでもねあのほら守りのターン、まあ、若干ですけどやっぱりあのシンプルに収まってますスペースもほらだいぶ空いてるでしょねこれも十分合格点つきますからね、うんまあ、もっと少なくてもいいぐらいですよもっと少なくてもいいぐらいうんそうやねで あこれねあのちょ,ちょっと今考えるとちょ,ちょっといいですか攻めの答案であのえっ、ー、とねちょっと問題文も見るわ、うん、あ ACD の奇数皆さんちょっとこれ見てくださいえー、あの「設問括弧2」の一番下に「ACD の奇数」って書いてますよね。これは あの青ペンか黒ペンでアンダーライン引っ張りますが、まあ、必要があれば場合分けって言ってるでしょほら必要があれば場合分けこれがね、まあ、結局あの説問括弧一と連動してる感じにな,るんですよなぜかというとパリ優先権かあの国内優先権かによって変わってくるでしょ結論が。 だから難しい一応見ようか、ね、一応今のなんだっけ ACD ね ACD ということはこ,れこの辺だよほら ACD つまり優先権の基礎だよ優先権の基礎じゃんこれねだからまずまず皆さん一つ言えることはあの CD はこれあのもう確実に取り犠牲じゃない これちょっっとと青で塗っていいと思うよもうこれはさ、国有の基礎なんだから、絶対に取り犠牲だよね。うん。だから、これは簡単。CD。ほら、えー。CD はもう簡単ですよ。まず、攻めの答案ね。ほら。CD はもうすぐね、答え出ますよ、えー。C の日から軽症例期間経過時に取り犠牲だわ。うん。で、D の日から軽症例期間経過時に取り犠牲だよ。なうん。しかもね、 あのあそうかうんちょっと俺,俺としてはダメだなうんこれねあの <laughs> 俺の法則性からするとちょっとダメだわなぜかというと攻めの答案って攻めないといけませんのでこれ具体的にね1年4月で書くべきですねはい死の日からあ待ってくれよ これ国内あそうか国際あ違うよ国内だからこれ1年4月だよはい書いてあここに書いてるわあの1年4月とするとほら左の吹き出しにねだから答案にちゃんとあの1年4月で書くべきだよこれああつまりえっとその先の図鑑日から1年4月経過時に その先の素顔が,が取り犠牲されると優先権基礎出願がねと書くべきだよねで次守りの問案守りの問案はね俺は逆に書かなくていいと思う守りなんだうん同じところをちょっと見てくれるほら C と D あるやんでねまあ俺もほらあのどんどん進化してるからさメリハリのつけ方も分かってんだよ、うん、だからこっちの問案はねこれいらないちょっと消してくれる この席の二十八の四の二とかまで答える必要ない。決して逆に、これ間違いって意味じゃないんだよ。合ってんだけど。あの。もう四十二条一項で十分です。ええ。あの継承令期間を明らかにしてない答案だよな。ね。だから逆に一年四月まで、こう。あの。具体的に答えるとなると。その席の二十八の四の二とかまで答える必要があるんだけどね。 終わったら何が言いたいかそういうことですよ、まあ、攻めの答案ってまあ攻める分でリスクも高いと、うん、で守りの答案はそのうまく手を抜けると、まあ、そういうメリハリの効いた答案を書けるようにアドバイスしますねそんな感じだなうんどうよあとまあ配点表もねまあ私のね 配点表は、あのー、項目点で七十にしてますから。うん、ね、これちょっと、他の答練と違うよ。私は項目点七十にしてますから。で、三十点は採点者の心象に委ねてます。ね、だから、私が採点しなくても。もやっぱり採点者の、やっぱり考えとかあるからね。その辺で、あのー、やっぱり心象のいい答案、悪い答案というのがあるからね。うん、で、ちょうどいい点数ぐらいになるように。 あの考慮しますで他の答弁ってね項目点だけででになってんですよだからまあたまに聞くんだけどなんか出来の悪い答案かと思ったら85点がついてましたとかね普通ありえないから85点って私はこれまで講師人生20年やってきてますよレックで85点つけた人いますけど1人しかいません覚えても覚えてもあの。 だなんあの誰につけたかっていうのを覚えてる、ね、あの覚えてるよもうね精密機械のようなすごいもう多分明細書実務とかやってるんでしょうねもうなんか油断も隙もないような答案書いてた人いるんですよ85点それがマックスです20年やってて1通ですそんぐらいですよそんなの乱発してるようなあれじゃ全然意味がないね ということで70点をしても項目点としてますからね。はいどうでしょうか皆さん何か質問があればいいよどうですかね何かありますかあのもう一回ちょっとねんだこのカラフルなパンフレットのやっぱりこの4ページ5ページがね分かりやすいと思うんですけど私はこれおすすめだなと思いますね上級登壇を受けてね。 その後実践答練につなげると。うん、多分ね。まあ、実践答練だけでも。悪くはないんだけど。あの。逆に実践答練難しく感じちゃうと思いますよ、それだと。実践答練が上級答練みたいに思えてしまうと思います。で。この上級との逆に受けていれば。実践答練なんてもう論基礎みたいに思えると思いますわ。<laughs> そう、大げさかもしれんけどね。うん、まあ、やっぱり、こう。 名記録はつくっていうのかな、うん、コロナじゃないけど抗体がついてもうへのかっぱになりますわ。えー、どうですか皆さん。ねあのまあもちろん皆さんねここに来てる方は合格発表待ってる方のもいらっしゃると思いますんでねあのまあそれ,それを待ってからでもいいのかもしれませんがねこれ,これってあれですかねちょっと社員の方に聞くんですよ。 これはあの合格者返金というのはちょっとないですかない,<あ> <laughs> ないかそうそう合否が分かってからでもええよね <laughs> うんねそうもうすぐあるもんね合格発表ねうんただ合否に関係なくあの受けてももちろんいいよ <laughs>、ね、<laughs> えっ口述対策にも少しはなるかななんてはい じゃあまあそんな感じでね、えー、論文上級まあ私が全部問題作ってますし、あの回答も私が全部作ってます、レジュメも。まあ、だから、あのまあ、なんか質問があったらね、私もいいし、もちろんレッグ本部にもあの質問チューターっいうのがおりますからね、ネズミのチューターじゃありませんからね、ねまあそんな感じでちゃんと答える人がおりますからね。えー そんなところで土源でしょうか、皆さんなあ、はい、まああとはねあの今,日今日のあガイダンスは論文上級とれんがメインではありますけどあの私があの中上級向けにやってるね論文トリニティ講座っていうのもあ,のありますからねこういうのやってるんですよ。うん、まあそっちの方がきょ興味あるわっていう人はね、まあ、そ,そういう相談も承っておりますからね。 えーえー、とこれは32回ですか、ねはい、ちょっとあの、まあ、がっつりやるぞという人に向けの講座です、これはね。はい、じゃあ、今日はこのへん終わります、2021年向けのレック弁理試験、ね、論文上級登連で実力を維持して学習する、学習する方法、維持していく学習法、はい、レック専任講師の宮口がお送りいたしました。 皆さんどうも、ご清聴ありがとうございました。はい。おやます。